最近ね、大竹栄一さんっていうことでね、この歌ぜひ歌ってみたいということで、私の希望で入れてもらったんですけど、まだ練習。大竹栄一さん、今日ね、なんか浜田君歌ってくれましたけども、大竹さんの曲にもいるですね、さらばシベリア鉄道です。聴いてください。聞いてくれてるのは野球少年が気になってしまう。